クロービス危険力はい皆さんこんにちは,にちは、えー、今日はですね新作映画の発表会のようなですねもう美男美女セッションですけれどもあもうちょっと受けるところなんですけどね <laughs> あの私だけなんかちょっとね監督かなんかでいけてない感じなんですけどね見,見かけとか <laughs> 今日ですね多分私がモデルた王星使ったのはあ,ありがとうございます <laughs> ありがとうございます 思い使ったのはですね、今日はあの、かなりですね、テーマ、あの、盛りだくさん,なんですね。もう、本当にあの、パネラーの皆様も、相当濃いですけれども、もうあのー、これ欲張りなセッションで、それだけで結構面白いと思うんですけど、大きくですね、多分テーマ3つあるんですね。で1つは、ちょっといろいろ言われてますけど、まあ、政権が掲げている、その新しい資本主義ですね。で、もう1つがですね、えー、経済安保です。で、そういうものを踏まえて、じゃあ、あの、産業政策はっていう、この、 三本立てなんで、三本でいきたいと思うんですけど、これあの、結構統合するの難しいと思うんですよね。まあ考え方次第なんですが、まあ、新しい資本主義っていうのは、まあ、あの、学問的に言うとちょっとリベラリズムに近いというかですね、まあいろいろ分配をしながらですね、まあ人間の合理性とか正しさってことを信じながらっていうやや政策に見えなくもないと。で、経済安保っていうのはですね、かなりリアリズム的で、 相当やっぱり人間というのは、まあ、特に国家間はですね、英語を剥き出しですから、これをどうやっていくのかっていう。このこう難しいことを、しかし今のこの国際情勢とかいろいろ踏まえるとですね、両方やっていかなきゃいけない中で、じゃあ産業政策はと。まあ、こういう感じだと思います。で、あの、時間限られてますので、こう15分ずつでですね、あの、3テーマをやるということにしてまして、私は今日もタイムキープに徹します。で、もう大法段階で皆さんに、 どんどん語っていただくとですね、こういうセッションにしたいというふうに思いますが、まず最初のセッション、まあ、新しい資本主義ですけど、これ、あの、ま、まさにですね、あの、まず、あの、国会議員でいらっしゃるですね、平さんに唇を切っていただきたいんですが、どう,いうふうにちょっとお感じになっているでしょうか。はい、衆議院議員の平正恵です。よろしくお願いします。あの、新しい資本主義って岸田さんが言い出して、この間の国会で、えぇ、ー、施政方針演説を聞きましたけど、 まあ、あの、自民党はですね、今は高市さないさんのところで、木原みさんという人が事務局長で、ま、ライターなんですね、成長戦略。その前の2年間は、今の官房副長官の木原誠二さんがライターだったんです。で、その前の2年間は私がライターだったんです。で、成長戦略を作ってた立場から、岸田さんの施政方針演説で新しい資本主義聞きましたけど、成長戦略って何だろう。例えば、これやってると儲かるぞとか、 このベンチャーやったら世界変えられるぞっていうワクワク感がないといけないんですよね。で、そのワクワク感はゼロだったと思います。で、その上で今回無理やりこのセッションに私入れてもらったのは、新しい資本主義は、えっと、成長戦略と分配政策。で、成長戦略は、まあ、スタートアップがあったり、デジタル田園都市国家構想があったりして、で、分配政策の方は、 まあなんだろうな、最低賃金上げるとか、税制で賃金上げるとかなんだけど、まあそれじゃ上がらなかったわけですよね、今まで。だからこの分配政策のとこは多分さっき河野さん言ってたような雇用の流動化とかやんないと、本丸やんないとダメ。で、あの、スタートアップをその成長戦略で応援するって言ってるけど、ここも今まで散々やってきて、まあまああんまりうまくいかなかったと。で、私は何言いたいかというと、まあ参議院選挙前に、まあ今岸田さんインド行ってますけども、 参議院選挙前に新しい資本主義何ですかって言ったときに Web3 だって言ってほしいですね。で、まずはだって成長戦略、まあ,あ、たかさんいらっしゃるけど、スタートアップで一番バリューが出そうなのは、やっぱりブロックチェーンとか Web3 周りであることは間違いないですよね。あと、分配政策だって新しい資本主義だって言うんだったら、株式会社に変わるような仕組み。で、これ今よく DAO って言われてますよね。DAO。えー DA o ディーセントライズ・トゥ・オートノーマス・オーガニゼーションって言ってこれは今までお金持ってる人は株式買って株式会社が死ぬ気でお金付加価値稼いでそれお金を持ってて株式を持ってる人を分配したんだけど DAO っていうのは違う設計ができるわけですよ。それぞれの立場にまあ何に応じてトークンを配るっていう新しい仕組みなんだから株式会社じゃなくて DAO んだろうえーとトークン式会社みたいな。 イメージですよね。あの、DAO の法律はアメリカの一部の州ではもう作ってありますけども、で、それがまさに、そういう DAO みたいなものが新しい経済を引っ張っていくっていうのが新しい資本主義そのものじゃないですかと。なので、えー、まあ、とりあえずですね、新しい資本主義、このままいくと沈没するので、えー、新しい資本主義はウェブ3だと言わせようと思って頑張ってますと。なるほど、はい、素晴らしい。<laughs> ずっと,ね、ともすると、ポエムとも言わ,ねえ言われがちなものにです、ね、こう魂を、ね、入れていただいたわけですけど武田さん、どうお感じでしょうか私はやはりあのもうあの、新しい資本主義ということを考えていただくことも大事ですけれども、やはり言われて久しい古い課題だけどできてないこと、まあ、これもです、ね、やっぱりやっていただきたいなというふうにはあの思っているんですねで。成長と分配の好循環自体は 新しいというよりはもともとやらなければならないことだと私は理解しています。でよく成長がが先先か分配が先か とかいう議論があるんですけど当たり前なんですけどそれ同時にやらないとですねどちらが先とかどちらがいらないっていう話ではこれないっていうふうにあの理解していますであのやっぱり成長していくイノベーションを起こしていくには先ほどあの梅澤さんが質問されたようにあの新人代謝があの徹底的に必要だっていうことはあのそうなんだと思っています。日日本の日経2 25の経 えっと、年齢をこう並べてみたときに、まあ、最貧値ってどのくらいだと思いますか。皆さん。ちょっと、ちょっと皆さん頭の中で浮かべて。うん。四十五年。おかわ。<年>あ、はい、今の方正解です。長いでしょ正解です。素晴らしい。<laughs> はい、皆さん、拍手。 いいで、はい、S&P <laughs> で,、ね、で,でそれをやってみると20なんですよね、うん、ああのもちろん最貧地だからあの裾野はかなり広いんですけどねでじゃあその70歳と20歳でどう戦うんだ新陳代謝って言うけどそれをどうするんだっていうことであの、まあ、3つ方法あると思うんですが、まあ、まず1つは企業自体が。 えーまあ、あのフィジーフィルムさんなんかもそうしてきましたけどな、看板は変わってないけど、もう企業の中身そのものがね、完全に生まれ変わって、企業の中で新陳代謝をしていく、まあ、これは一つのケースだと思う。で、二つ目は、自分たちは変えられないけど、変わる相手と、まあ、あの組みましょうと、で実際、このコロナを契機に、世界の M&A を見てみると、えっと、異業種同士の M&A が、コロナ前は41%、で今54、54%ですよ。 だからもう世界はその方向であの動いているっていうのが2番目で3番目はやっぱりベンチャーなんだと思うんですねで、まあ、もうこれも言われて久しいんですがオープンイノベーションと言われているけれども、まあ、なかなかその実際に本当に競争していく共に作っていくっていう動きよりはむしろベンチャーを買ってあの上からいやいやこうなんて言うんでしょうかね 大企業がこう下請け的にこう見ていく部分のカルチャーがやっぱここは変わっていかないと本当の意味での競争にならないでもここができるとですよ考えてみれば70歳の企業が5歳の企業と組むことができれば30代まで若がるわけですよね。アンンチエイジング だから、私は年サポンですそこは私はまだまだあのやるべきことはあるんじゃないかなというふうに思っていて平先生のようにその、えー、と技術の,あの視点も大事ですけどあのベンチャー、スタートアップあのそことの,そのオープンイノベーション、えー、そこも、うん、あの新しさということでは期待したい。 というふうに思います。はい。ありがとうございます。ね。お二人ともやっぱり新しい商品やっぱりもう、こうね、新しい産業が生まれてこないとね、始まらないって、新しくないっていうかね、まあ、もう、アメリカとかでね、すでにやってる話の後を言って話ですが、本当だと順番だとね、水野さん,んですけど、ちょっと考慮時間があってことなんです、すいません、ちょっと急に、ね、あの、控え室と違ってて申し訳ないですあの、関永さんもあの、今38ですかあ、今、今11人え、41年、ありませ もう本当にね、お若い、あのまあ、まさにあの一番ですね、その新しい世代の代表と言えると思いますけど、いかがでしょうか、新しい、はい、ありがとうございます。あの、もうお二人の話には本当に共鳴しまして、あの、一応私、グローバルのコンサルティングファームでやっておりますので、あの、米国の法人、欧州の法人、それぞれが米中のコンサルタントがですね、あの、米中のトップ企業にコンサルティングしてるわけです。で、そこからですね、あの、よく聞かれてるんですね、最近日本はどういう政策でいくんだって聞かれたときに、いや、新しい資本主義と言ってるよと。 まあこういう話をするとですね、普通の資本主義もできていないのにどうするんだと、まあ、こういうことを言われてですね、なんかもう何も言えなくなってしまって、まあ、こういう状況がグローバルから見た今の日本ということなのかなというふうに思っています。で、あの、私がですね、この新しい資本主義の前に、やっぱり普通の資本主義をやりきるというところをやらなければいけないんじゃないかなと思っていて、一つはですね、やっぱり大企業が、 根本的に強くならなきゃいけないというのはまずあると思います。で、あの、AT カーにはですね、大変センスなんですけども、全部の大企業を変えるの無理だっていうふうにちょっと白旗あげまして、あの、応援すべき企業はもう20社に絞ろうと。で、20社を頑張って応援して、その企業が根本的に変われば、 日本の GDP の5割以上をカバーするだろうということでもうこれからは20社絞って応援するということで官僚の皆さんも政治の皆さんもここにいらっしゃる皆さんもで,す、ね、できればもう色をかまねく多くの企業を世界で勝たせるの難しいので20社を勝たせるとあのこれやりたいなということですねでもう一つは200社あの作っていかなきゃいけないというのを盛り込んだ方がいいと思ってましてあの今の新陳代謝の議論と一緒で新しい企業200社やっぱり作んなきゃいけないかつそれがあの今朝のスマートニュースの方のお話もそうですけれどもあの世界で価値創造と価値提供できる会社200社これを 作らないとあの全然話にならないとまあこういうことかなと思ってましてその時の一つのキーワードとして私も大事なのはあのタレ先おっしゃったようなあのウェブ3の世界これをあの変革のチャンスにしていくっていうのがあるんじゃないかなとあのこんなふうに思っておりますはいありがとうございますやはりねまあやっぱり大企業の変革もねちょっと期待しつつね20社ぐらいはしかし新しいのをね生むっていう方向のお話ありましたけどじゃあ水野さんまあ、おじしていかいでしょうかわかりましたあのウェブ水野ですよろしくお願いします。 あのまあ、今の Web3 の話とか武田さんの企業の若返りとか、まあ、マリアージュみたいな話とかもうその辺の含めてあの先日からその、えー、とこれ新しい資本主義何とか会議のメモとかも見させてもらってるんですけど毎回読んでですねこれ他の国は全部今の資本主義で達成しようとしてることですけどと別に新しいところか普通の資本主義で達成しようとしてることを新しい資本主義に入れてっててなんかちょっと。 海外とこう同じ言葉使ってるんですけど中身があまりにも違いすぎるんですね。で実はあの私2020年3月に g p f を退任してから今オックスフォードと、えー、ケンブリッジとハーバードとケロッグの4つのビジネススクールで教えてるんですけどえ全部テーマは ESG とかサステナビリティとか、えー、ステークホルダー経営とか、えー、そういうものなんですけどで、まあ、ハーバードビジネススクールの、えー、クラスのタイトルはまさにリイマジニング・キャピタリズムで。 キャピタリズムを、えー、資本主義を再興するってことなんです。これも実は10年ぐらい前からあって5年ぐらい前からはハーバードビジネススクールで一番人気のあるコースになってるんですよ。でおかげさまで GPF のケースがそこで今1年生全員勉強してくれてるんですけどもそこで言われてる新しい資本主義とは全く似て非なるものでしてでだから僕はちょっと皆さんに今を欧米のビジネススクールとか欧米の最先端の企業が 喋ってる時の新しいキャピタリズムがどういうものかっていうのをちょっとお話ししようと思うんですけどもそれはまさにですねあのサステナビリティとか SDGs の世界で企業の目的が株主の利益を最大化することだけではなくなった世界というこの社会世界での資本主義はどう回していくかっていうことをみんな話し合っているんですね。 SDGs というのはまさにその目標としてのサステナビリティとインクルーシブのゴールで,でそれを投資家から見た時が ESG になったわけですけどもそれが今欧米では体現され始めているんですよ。でこれが皆さんの多分目に触れた一番はっきり分かったのが今回のウクライナだと思うんですよね。皆さん気づかれたと思いますけど今回は政府の,あの制裁よりも先に民間企業は制裁を行っていて あのまあ、私はちょっとテスラとスペース X の仕事をしているので、まあ、いろいろとありましたけれども、まあ、あのロシアがあのウクライナの通信網を遮断したら48時間以内にさあのスペース X のスターリンクでインターネットを通じさせるとかですねこういうことも積極的に参加したりあと私今ダノンのミッションボードのメンバーなんですけどダノンはすぐにですねロシアに対して。 まあかなり売り上げあったんですけど何を止めるかっていうのを話し合って私は夜中の3時まで、えー、取締役会とミッションボードで話し合った結果ベビーフードと病院食だけは届けようというのはそう一つ弱いロシア人には罪はないとただしそれ以外の商品は全部カットするっていうのをもう4日で決めてるんですよ。でこれって ESG とか前の世界観では絶対ありえなかったんですよね。 企業の社会的な責任というのが明確になってそれを CEO というのは体現しなければならないっていうこの世界観が今多分欧米で言われてる新しい資本主義の世界観であって環境負荷をかけずインクルーシブでありダイバーシティを尊重するものの中で全体最適を図るっていうこの議論が進んでっているので。 まあ、あの前回ワールド・エコノミー・フォーラムの,あの会議で岸田さんがニュー・キャピタリズムって言った時にクラウスはあのュワ部会長はものすごい歓迎したんですねそれは彼は自分たちが話しているステークホルダー・キャピタリズムになることを日本が言ってると思い込んだので,でハーバードも最初岸田さんのあれを聞いた時にすごい喜んで研究したいって私に言ってきたんですけど研究材料は多分ならないと思うと。<laughs> <laughs> 申し上げたんですけどそういう関係の中での新しい資本主義っていうのに世界が行ってるっていうのはちょっと日本のこの少なくともこのメンバーの方は覚えておいていただいてまあ、日本は日本で日本がうまくいくようにこういうことは言われてるのでやったらいいと思いますんだけどちょっと違うなというふうに感じてますなるほどありがとうございます。 ですからね、もう世界はそういうね、まあ、ESG とかいろんな意味での次のディメンジョン来てますし、で、今日次のね、テーマになりますけど、経済安保みたいなの来てるんですけど、日本はその前の本当ガンガン競争してですね、まず勝つというところが達成できないままにですね、グローバルにそういう、まあ、言い方ですけど、手稼い足稼いがですね、まあ、悪く言うとですよ、うん、出てきちゃってる中で、ね、成長しなきゃいけないという、非常にこう、ある意味二十区三十区っていうようなね、形も見えるわけですが、 まあここで今、かなりまあウクライナもあって、ですねまた中国のですね動きなんかもあって、注目されているこれ、経済安保っていう次のテーマに行きたいと思うんですけれども、そういう大きな潮流の中で、ですねまあ今、ちょうどあの法案も審議されてますが、別に法案に限らないところですね、北村くね語っていただければと思うんですけど、まずあの武田さん、これ、経済安保、どのようにご覧になっているでしょうか、日本の動き。 はいえっ、ー、とありがとうございますえっ、ー、と経済安保というとあのちょっとおそらく自分ごとではないと思われる方があの多いんじゃないかなと思うので、えー、先ほどの全体会のところで、えー、第一セッションの方ですねインフレの話がありましたで今まあインフレが起きている背景はまあ一番には 当然あのコロナであの抑制されていた需要が、まあ、リバウンドで一気に出てきてこれはあの世界で5兆ドル出てるんですねでそれに供給が追いつかなくて、まあ、ギャップが出てインフレが起きているってことなんですけどでもじゃあそれだったらもうそろそろ一巡するはずなんですよねでもなぜじゃあ高止まりしてるかっていうとやっぱり元の停留のに流れてる潮流が、まあ、あの物価にも影響を及ぼし始めているっていうことだと思うんですよ。 でその一つの潮流がやはりグローバルな秩序の,その不安定化っていうところがあって。 あの半導体がクローズアップあのされてますけれども、まあ、いろあらゆる戦略物資っていうことについての見方が変わってきてるってことが一つありますよねそれから二つ目としてはあのカーボンニュートラルの流れこれも世界の潮流なんですけど今まではその既存の,その化石燃料を中心とした奪い合いだったわけですけど再エネになったら資源がいらないかというとそうではなくて今度は別の素材別の資源 まあこういったものを追求していかなければいけないわけですあね、あのコバルトとかで、そういった動きが移行過程においては、両方で起きるわけですよ、つまり今までのエネルギーについては、今後、中長期的に見て、ペイしなくなるから、投資を抑制しますよね、で今度はそのカーボンニュートラルへめがけて、新しい資源を買いに行きますよね、だから両方ともその価格を押し上げる要因になっているわけです。 だから、我々の身近な、これからまあ日,本が日本でインフレが起きるかどうかというのは、またもう一段議論がいりますけれども、世界で起きている人々の生活において価格が上がるっていう行動と、それから世界の潮流であの国際秩序の問題、それからあのエネルギーが大きくこう変わってきている、まあ、このあたりっていうのは、実はまあ密接に関係してるんだ。 っていうのがままずあの一つありますでじゃあ日本としてそれどうするんだっていうあのところがあの次、えーまあ、たあのおそらく平さんからもあのいろいろお話があるとは思うんですけども。 やっぱりさすがに少しあのその点についてあの無防備だった面は、うんまあ、これは私は否定できないかなと思ってまして、まあ、チョークポイントっていうものはしっかり把握していかなければいけない時代になってるんだろうなとで日本ではまだまだちょっと半導体の議論ぐらいしかないんですが先ほど申し上げたように、えー、我々の方であで調べてみるとお結構そのおこれからカーボンニュートラルを進めていく上でも重要な えー、素材、えー、戦略、物資が特定の権威主義国に偏っているっていうものがいくつかあります。で、それはあの中国だけではありません。ま、あの例えば、今後なんかもそうなんですけど、まあ、そういったあのことはあのしっかりあの把握して対処が必要になってくるんではないかということかと思ってます。はいいあありがとううござまますす、まあま、さにですねもうあの かなり大変な中で、今、ちょっと2つをね、特に挙げていただいたと思います、やっぱりサプライチェーンのところの脆弱性とですね、まあかなりリアースとかね、含めた重要物資っていうところですね、ここがあのかなりチョークポイントで、なんとかしなきゃって話でしたけれども、次、じゃあ、すみません、水野さん、はい経済安保、いかがでしょうかはいああのまあ、私の見えてるところからの経済安保っていうと、一つはまあ、 あのサプライチェーンできちんとその部品等が日本の商品を作るためにできる状態にあるかってまあこれは今半導体の議論がされてますけれどもこれはまあ半導体だけによって実はありとあらゆるところにそういうサプライチェーンリスクっていうのがあってこの中でえまあ例えば中国だけとかロシアだけに偏ってないものだったらまあなんとかなると思うんですけど先ほど高田中さんがおっしゃったように偏っているものであればそれをどうするか。 で本当は僕は日本の企業には例えばテスラの今の中国で作ってる一番安いモデルはもうコバルトなんか使わないようにしてってるんですよね。でこういうことで本当は技術革新で安保してほしいんですけどまあそれができない部分はあのそういうダイバーシティバイバーシフィケーションを高めるとかやってほしいと思っていてでもう一つこれがあの私から見えるあの 経済安保の一つのポイントとしてやっぱりサイバーセキュリティに対するディフェンスなんですよ。でさっきちょっとスペース X の話しましたけどもうあの,話あのやりますと、えー、ウクライナにサテライトのさらすみませんスターリンクを送りますってイーロンが言った瞬間に僕はもうすぐメッセージしてもうテスラのサイバーセキュリティのアラートはハイエストレベルだと。 でというのは当然逆にカウンタターアタックされるる可能性もあるわけです私すごい今回心配してて、まあ、あの今回かなりあのロシアに対して強く出てるのが、まああのまあ、イーロン・マスクとかテスラもそうですけどアップルとかグーグルとか、まあ、正直この辺は、まあ、負けるかもしれませんけど世界最高レベルのサイバーセキュリティのチームを持っているのですけどじゃあ日本の企業がそういうのを参加した時に。 ロシアから直接企業にサイバーアタックをされたときに耐えれるぐらいのレベルの人がそもそもいますかということを考えると今後、戦争の形がこれ変わったと思うんですよね。で、経済安保って言ったときに本当に戦争的な経済の安保ってこういう安全保障へのリスクっていうのが明確化したと思うんで、まあ、その点においてはやっぱりサイバーセキュリティのディフェンスを高めるっていう議論はもうちょっと日本した方がいいんじゃないかなと思いますいやありがとうございます。こもねね因果関係わかかりませんけど急に、ね、小島プレス工業とか トヨタとかもね、だいぶいろいろ食らってますけれども、ね、そういう観点もね、必要ですよね。ありがとうございます。はい。じゃあ、あの、関南さんいかがでしょうか はい、ありがとうございます。じゃあ,あの私からあの見えている範囲なんですけれども、あのまあ一つはですね、えっとアジアの私も含めた各国のユニットリーダーで ATC の各国の代表が集まる会議があるんですけれども、そこでフォトトピックになるとやっぱ防衛の一種で、えっと防国との防衛のプロジェクトっていうのは各国ですごく頻発してるんですね。それだけこの不安定な情勢の中で、まあ、そもそも国どう守るための準備をしておくかっていうところに対して、まあ、我々コンサルティングファームへのプロジェクトが来ているということは、それだけ各国が 真剣ににそこに投資をしようとしているということがあのまず起こっているなというのがまず1点目です。で2点目に思うところはですねあのやはりビジネスのインフラっていうものをどんどん取られてしまっているというとこどう考えるかというのは本当にあの深い問題だなというふうに思ってます。であの、まあ、今日もいろんなセッションのところで議論があったと思いますけれども、まあ、アプリレイヤーで本当に多数の顧客接点を取ってそこから広告収入を取って R&D の投資をガーファ a q の人たちがまあ1兆円単位の投資をしているという、まあ、こういうサイクルに入ってしまっているのであの本当にもうインフラ系のレイヤー そのの以下でこれをあの我々は本当にどう考えるのかっていうところはまあ国レベルも考えなきゃいけないということなんじゃないかなというのが2つ目に思うことです。で3つ目はちょ,ちょっとこれ外れるかもしれませんけど食料のところでしてあの植物工場のスタディとっていうのは10年ぐらい前から弊社の中でいろんなスタディが動いてるんですけれどもあのその中でまあ葉物野菜とかを中心にだいぶターンサイクル化が進んできて採算が合うようになってきたで、えっと、これが実はエネルギーコスト的に言うと結構コストがかかっちゃうんですね。なのでエネルギ 植物工場のイノベーションが組み合わせてこれらを2つくっつけたようなあの産業創造っていうのはやっぱりしていった方がいいし輸出した方がいいしあの日本自体の食料自給率も上げてもし何かあった時にもあの安全な国を作るってことなんかこのような言葉を取り組んだ方がいいんだろうなというふうに思っていてあの方々に働きかけているんですけどやっぱりいろんなところで分断があってですねある企業さんはエネルギーしかやっていませんある企業さんは食料しかやっていませんとであの観光庁のがんもそれが分断しているので、まあ、本当はですね今日竹中平蔵さんもおっしゃったと思いますがやっぱり境のところにいろんなチャンスが起きてきて てると思うしそこに対して我々はあのビジネスのチャンスを見つけてあのものにしていくとなんかこういうことがあの必要なのかなというふうにありがとうございます。とかく、今ですねまあ、ご案内のとおりあの法案がですね審議をされているところなんですけどちょっとねテクニカルなところに走りがちというかまあ、それはそれ大事なんですけどやっぱり重要特許のね非公開とか武田さんにいろいろご指摘いただいたようなですね点とかですねあのが中心なんですけど今、関永さんからもうちょっと大きくねインフラをどういうふうに。 取られないのかって広い意味でねその農業とかも含めた非常に大きな話があって最後の,あの産業政策ねセッションでまたそこはねお話いただけたと思いますがこのテーマ、最後まさにあの国会議員としてあの審議もされてですねいるあの平良さん、いかがでしょうかあの経済安全保障推進法案はえと週明けの水曜日からですね内閣委員会で審議されるんですで私、そこの次席理事なんでま,あまさにその最前線でやるんですが まずはですね、その安全保障に対して本当に日本は何もしてこなかったと。それでその中で、まあ本当に国家安全保障作ってよかったなと、集団的自衛権行使できるようになって、多分日本はその国を守る力がガッと上がったと思うし、特定秘密保護法も作ってですね、同盟国から情報も入ってくるようになったと。で、そういった中で、まあ今回のウクライナ、ロシアの侵略を見ても、やっぱり金融も含めてやっぱり経済が武器になりますねと。 いうことで、実はかなり早い時期から国家安全保障会議の中に経済犯を置こうってうずっとやってきたんだけどずっと外交とか国防やってる連中から見るとなんだ経済みたいなそんなのいろいろなんかけしからんみたいなそんな状況だったんですね。で、それがようやくまあまあ安倍政権の中で経済犯が入るようになったと。で、その上でやっぱり一番の問題は中国が国家戦略としてサプライチェーンでいうところの 今言ったチョークポイントですよね。チョークポイントって僕らもプロレス世代だとあれですよね。あのタイガージェットシーンとかがもう必ずここをやるわけです。チョークチョークって。で、やりますよね。だからすごいピンとくるんですけども、そのチョークポイントをその中国はちゃんと洗い出して、これもし他国に依存してるなら内製化すると。で、中国がチョークポイントを握ってんだったらそれを利用するっていうのを 国家戦略として定めたもんですから、まあ、日本はこれ、やっぱりちゃんとリスク分析をして、まあ、逆になんか、大概の開発があったら、それを応援するとかですね、まあ、そういうことをしっかりやんなければいけないということで、できてきてた法律ととありがとうございます安全保障局がやっぱり、ね、一番最初に課題したのは、やっぱりその把握ですよね。 重要なんかやられるばっかりじゃなくて日本が持っている重要技術というところですねこの把握がやっぱり政治間のですねあの連携が弱いというところがあるんですがあの水野さんがです、ね、ちょっと手短に最後、あのこの観点で、ねはい、ちょっとさっきあっあのテスラの方の観点とかその産業の観点から話したのでちょっと国連の観点から一つお話ししたいなと思ったことがあって。やっぱり まあ、いわゆる協議の安全保障も今やっぱり国,国際的な枠組みで平和を守るって方法にいってるわけじゃないですか。でこれはやっぱり同じで経済の安全保障もあのそういう国際的な枠組みにもっと日本が参加しなきゃいけないと思うんですね。だから安全保障っていうと急に日本だけでなんとか全部やりましょうみたいになるんではなくて実際国連でもあの今出てきたようなものを話し合うものがたくさん増えてきていて、まあ、お気づきかと思いますけど SDGs 国連が決めたんですけどあれパッと見すると平和 平和の要素ほとんどないじゃないですか要するに平和の定義が拡大化されていってるんですよなので、えー、とそういうあのワークグループとかコンマネー今山ほど国連がやっているのでぜひそういう国際的な枠組みの日本が参加してあの経済安保もやってほしいなと思いますいやありがとうございますもうちょっと国連独身でいらっしゃるんですねあれですけどあの最近よく出てきてるあのシンっていうですね副補佐官僕あのケネディスクの同級生なんですけどジェイク・サリバンの下であの n SC のナンバー2なんですけど実は NEC のナンバー2でもあるんですよねナショナル・エコノミック・カウンセルのほうをつながってきてしかも前のサ,あのサミットのシェルパでもあるわけですよでまさに国際枠組みの中でそういうつながっていくっていうところはですねすごくこれから鍵だなっていうことをねあの改めて感じますが最後のテーマですちょうどあの12分ありますんで、えー、3分ずついけますけれどもそういう今までの議論を受けてですねこの産業政策ですね まあ産業あの国が主導しなくてもいいかもしれません、どういうふうにこう日本は進むべきかという、ちょっと前向きな議論で、ね、いきたいというふうに思うんですが、じゃあ、ここはあの溝さんから、<あ>はい、お願いします、はい、あの私は一応1年間、経済産業省の参イを務めさせていただきまして、そ,で <laughs> でその時もいろんなその経済産業省の、えー、産業政策がよくないっていうふうに批判を民間がしてるのを見てきたんですが、えー、私もどちらかではそちらの立場だったんですけど中側から入ってみてよく分かったことが一つあります。 えそれはですね経済産業省の経済せい産業政策がだらしないのは民間のビジョンが悪いからです。というのは当たり前の話ですけれどもあの戦後のように逆、ね、の上るむ雲がはっきりしていて誰がやっても目標がはっきりしている時はいいわけですよ。でも今みたいに何をやったらいいかということそのものがその決定そのものが競争優位戦略になるときに官僚が決められるはずがないわけですね。ねそうすると彼らは民間企業にヒアリングしてあの政策決めてるんですよ。 で、あともう一つ、すぐ日本って、あの、官のファンドができるんですよ。民間のリスク資産がない。で、さっきのあの、新しい資本主義もそうですけど、またお金の話になってますけど、今、世界の新しい資本主義の理論っていうのは、金だけは余ってしょうがないけど、いろいろ問題があるからどうしましょうかってやってる時に、お金が足りない議論してるところがもう完全に私はずれてると思っていて、で、やっぱり今の産業政策についても、民間が死ぬ気でリスク取るから、政府は、 国民の税金を使ってリスク取れるんですよね。ということで、あのー、なんか最初から産業政策なんて言ってるんじゃないみたいな羽になっちゃいましたけど、やっぱり民間が必死にリスク取るでということが、やっぱりまず第一条件じゃないかなというふうに思いますいや、ありがとうございます。まあ、私も経産省にいたんで、ね、あれなんですけど、やっぱりアメリカの商務省とか作んないですもんね、経産省が作っていないけ <laughs> 基本的にやっぱり民間がやるからね。 あの、乗っていくわけで、いや、本当にまさに、あの、おっしゃるとおりだなと思いながら聞いてましたが、じゃあ、関根さん、いかがでしょうか、ね。はい、ありがとうございます。あの、水野さんおっしゃったところも完全に共鳴しまして、あの、どちらかというと、もうお金はあるっていう状態なんだと思うんです。なので、基本的には人ということだと思います。で、基本的には経営者ということかなと思ってます。で、あの、経営者を支えるご支援しなきゃいけない、我々も、あの、劇的に進化しなきゃいけないというふうに思ってますけれども、あの、基本的にはもう6つぐらい領域を決めて、 あの、すごい人たちが世界中から集まるっていう、なんかこういう状態に持っていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。一つは企業家。で、一つは投資家。 で、そして、えっ、ー、と、それを応援できる大企業の経営者。あの、この3つの人たちが結集するっていうことができれば、あの、全然この国は変わるチャンスがあるんじゃないかなと思ってます。で、6つの領域に私はフォーカスした方がいいんじゃないかなと思っていて、あの、皆さんからもぜひご引きいただきたいです一1つは、あの、クリエイターエコノミーじゃないかなと思ってます。で、これは、日本はまあ、漫画とかアニメとか、まあ、いろんなことも含めて、コンテンツは実は充実をしている国であるということと、あの、そこで学びたい、暮らしたいっていう作り手っていうのは世界中にいる。たたただこの人たちが日本に移り住みたい状態まで作れてるか とできてない。これちゃんとやりましょうよというのが一つ目ですね。で二つ目はですね、ウェルネスエンターテイメントシティって書いてるんですけれども、シニアが増えると根本的にあるかなと思うのは孤独と不安っていうものと向き合う期間が長くなるってことなんじゃないかなと思います。でそうすると世界中の中でも最もその比率が高い国なので、えー、死ぬまで 非常にウェルビーイングでいける街であるというものは日本にあるし、死ぬまでエンターテインメントを楽しく生きられると。まあ、こういう街をあの日本が先進的に作り、それをパッケージで海外にも展開できるようにしていくと。あのこういうものを作る企業家が集まってくる。これ二つ目にやれるといいかなと思っています。で、三つ目は、あの先ほどモビリティの話がありました。そうは言ってもですね、デバイスレイヤーを一番世界で抑えられているのが日本なんですね、自動車は。なので、このモビリティのところやっぱプラスアルファのサービスソリューションも重ねて、あ新しい生態系を作りに行くということ。これは やっぱ絶対やらなきゃいけない。他の領域はスマホも含めてデバイスを取られちゃってますから、自動車を抑えられてるんだからちゃんとやりましょうということかなと。で、四つ目はですね、起業家、投資家、あの、こういった人たちに集まってもらおうと思うと、ラグジュアリーサービスを徹底的に強化しなきゃいけないんじゃないかと思ってます。で、これは、えっと、投資家、起業家の方々っていうのはやっぱり自分の子供をどこで教育させたいか。それはちゃんとしたところで教育させたい。で、自分は仕事もしたい。そうすると、ちゃんとした何が必要。 えー、さらには、えー、食文化。これもしっかり味わえるところがいいね。まあ、こういうふうになってくるわけですね。この投資家、企業家の方々が、世界中の人たちがですね、あの、わざわざ日本に移り住んででも事業をやりたいと。こういう状態を1000万人単位で日本に入ってもらえるぐらいまで、あの、活性化する。そういうラグジュアリーサービス体系っていうのを作んなきゃいけないかなと。で、5つ目がですね、次世代ものづくりだと思ってます。で、基本的には、あの、サステイナブルな方向だし、かつ、おそらく産業構造を転換させるような方向を作らなきゃいけないので、 まあ、半導体の話がありましたけれども、まあ、これに先ほど申し上げた植物工場等ととも含めてですね、あの、産業をものづくり側も転換させなきゃいけないかな。で、最後は、これらをやろうと思うときに、私は日本に2つぐらいの都市に集積できれば十分いいんだと思うんです。ただ、一方で2つの都市にこれらを集積すると、他の都市が沈みすぎてしまう。そうすると、ミドル層とミドルのための食が崩壊していくという、こういうことになってしまうので、あの、これを防がなきゃいけないということで、地域創生のシェアリングエコノミー、あの、これの2.0ということで進化して したバージョンを作っていくとまぁ、あ、こういうことができなきゃいけないのかなというふうにあの思っていますありがとうございますもうかなりね包括的なパッケージでねご提言いただきましてありがとうございますじゃあそれを受けましてあの政府はというかですねあの国会議員でいらっしゃる太郎先生お願いしますはいあの私河野さん担いで総裁選負けたので政府側でも何でもないですよ <laughs> <laughs> あのその上で まあ産業政策で、あの、ま、経産省の問題意識は、まあ、最近最終製品ができませんよね。部品だけですよね。って、そういう問題意識を持ってんだけども、それ自体がもう時代遅れで、まあ、最終製品が実際 IoT 端末になっていて、そこから情報を吸い上げてビッグデータ、AI でかまして、それでまたアルゴリズムが改変して、その機能がアップしていくてまさに、ま、水野さんのところのテスラなんかそういうモデルだと思うんですが、まあ、その中で、 何をやるのかっていうだからデータドリブンエコノミーで付加価値が生み出すところがもう大胆にシフトしてるんですよね。そうすると最終製品をどう作るかとかこの会社とこの会社くっつけるかではなくてそういうデータドリブンエコノミーの環境の中でいかに我々民主主義自由主義の国家に属する企業が活動しやすくするかということだと思うんです。でキーワードは「データフリーフローウィズ・トラスト」だというふうに思っていて。 えー、ただそのウィズ・トラストっていうのは主観ですよねとこれどう客観化するんですかとでヨーロッパは GDPR で個人情報をすごい守りますアメリカはどっちかというと活用しますその中で何でもありの中国がありますで、まあ、中国方式は我々は飲めないので、まあ、やっぱり我々は同じ価値観を持っているところがそのウィズ・トラストを標準化するとでそれをずっと考えてたらですね いやこれ大変だなと思ってたんだけど実は Web3 で解決するんじゃないかなとある日思いついてですね、まあ、まあ基本的にあの情報は自分のもので分散型で自立型で IoT さっき言った IoT ビッグデータ AI の生態系でいくとなかなか中国に勝てないんだけどでも Web3 の基本的な特質って中国乗ってこれないよなというふうに思っていて。 だったら我々は国家戦略、新しい資本主義としてウェブ3を位置づけるのと同時にデータドリブンエコノミーの勝ち筋として国家戦略、あの国際戦略としてもですね、ウェブ3を位置づけたらいいんじゃないかなと思ってます。で、結構これ最近思いついていけてるなと思うんですが、最大の課題はこれを自民党のおじいちゃんたちにどうやって説明をするのかなと。<laughs> なかなか通用しないよなと思ってますが、まあ今やるべきその産業政策っていうのは実はあの伝統的なもんじゃなくて、そういうことじゃないかなと思ってます。うん、今ね、お話しいただいたウェブ3にしてもダウンにしてもね、非常に分散型で民主主義との親和性が高いですよね。ここは権威主義国家。あと,あともう一つは、その国内のいわゆるサービスとか食もそうだけど、あとアートとかサブカルも価格が安すぎるんですよね。で、この価値を国際価格に引き直す、さらには 投資マネーも入ってきてさらに高めるために例えば NFT が使えるとか、まあ、あらゆる意味でここ5年10年悩んでたことが、まあ、この技術を使うと意外と解決できるんじゃないかなと思いましたはいありがとうございますじゃあ最後武田さんすみません3分でお願いします<あ>はい、はい、えっ、ー、とこのお題を与えられた時にどうしようかなと思ったんですが水野さんがズバッとおっしゃってくださったので私も発言しやすくなりました <laughs> あの私は 産業政策ではなくて産業転換政策ないしは企業変革政策であれば賛成です。で、まあ、あのまず1つには、えー、先ほどどなたかがおっしゃったように日本は、ね、流動性現金はあるんですよ。あのよく、まあ、メディアにも出るように内部留保、えー、484兆なんですよね。であの実際は投資先がないから なかなか投資ができないんだっていうのが数年前の議論だったんですで今度はカーボンニュートラルグリーン戦略だって出てきたらいやあのお金が足りないよ。 国はよろしくっていうふうにあれなんか言ってることがどうして変わってくるんだろうというふうにはあの思ってるのでまさにその投資先がなかった世界から投資しなければいけないしかもそこにスピードを上げて取り組まなければいけない時代になったのでいかにそこにめがけて速さをあの、えー、後押しするかそこに 政策が必要なんじゃないか？っていうのが1点目ですね。で、2点目はあの先ほど水野さんがあの世界で議論されている。新しい資本主義ってあの違うよっていう話あったじゃないですか。で、あの、本当におっしゃる通り、もう社会価値を追求しない。パーパス経営ができていない。企業は世界では。もう 戦っていけないし、投資家からは離れていってしまうので生き残ってもいけないっていうふうにあの本当思います。で、その中でやっぱりそこをあの突き詰めていった時には、じゃあその社会価値を高める変革を起こせる人材、つまり非財務価値にどれだけ企業が投資してきたのかっていうところなんですよ。で、それが成長と分配の好循環の分配の方で議論されるならば、私は大賛成で、で。 日本はやっぱり、えー、30年賃金はほぼゼロです。でその間欧米は2.5倍上がってるわけですよ。だから人件費をできるだけ抑えて抑える代わりに労働生産性をあの引き上げてそれで生き残ってきているんですけれどもやっぱり無形資産つまり人材に投資をしその,ああの社会価値を上げるようなあの人たちをあのたくさん企業に集めてそれで まあ価格を上げていって、付加価値を高めていく、そういった方向にあの転換をしていかなければいけない、そこでの,その成長と分配の分配は大事です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょうど15分です。はい、あの、手短に一人一問で、誰に質問したいか言っていただいて、バンバンいきたいと思います。はい、じゃあ、岡島さん、すごい早かったね。岡島さん、どうぞ、はい。ありがとうございます。あの、先ほどのセッションでも、このセッションでも、やっぱり新陳代謝みたいなことが出てきていて、まあ、お金は待ってるよねと。 人的資源への投資だよねって話が出てるんですけれども、私はキーワードは世代交代じゃないかというふうに思っていて、これも政治も経済もそうなんですけれども、平さんは私と同い年で、でも私たち以上の人たちはもう Web3 の概念とかは理解がまあなかなかできないっていう中で、政治も経済もどうしたら世代交代できるか。 むしろ私たちの世代ももうどかなきゃいけないと思ってるんでそこをどうしたらいいか教えてくださいはいじゃあちょっと質問まずばーって取っちゃいましょうかあのちょっとじゃあここで今あれですねえっ、ー、と上げていただいて4人パパと言っていただいていいですかはいじゃあどうぞどうぞはいあ山田と申します、えー、水野さんに久しぶりにリアルで会えて本当に嬉しいなっていうふうに思ってまして <laughs> まあ最初はあの、あった時、あの、コラーキャピタルにいて、あの、年金の仕事して、気がついたらテスラに入ってて、で、国連にもなって、おお、すごいなっていう風に思ってるんですけど、そういう水野さんに伺いたいんですが、今こそ日本って、あの、自由と民主っていう価値を、高らかに歌い上げるべきなんじゃないかって先制国家との戦いの中で、水野さんが海外で戦ってるからこそ、そういう理念とか価値って重要なのかどうかってことを伺いたいと思います。はい。あと、あれですけど、 じいさんですか。あげる。えっ、ー、と、ちょっとあ、さっき挙げてた方に限定です。すみません。まずは、はい。あ、どうぞ。さっき挙げてた方に。はい、えっと、国領でございます。こんにちは。あ、僕です。えっと、経済安保。二つので、お題ですね。経済安保って、ねはいう、いうのと、新しい資本主義。ただいま現在、それがひょっとすると、矛盾するんじゃないかというところが。今、非常に危なっかしいところなんじゃないかという、きが、あの、ことを思っておりまして。 もともと自由主義社会とか今の話と民主主義とか資本主義、ま,あ、まさにディスティビューテッドオトノマス。そもそも株式市場なんていうのはそれを、えー、と実現するもののはずだった。で、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、今、でそそ、そういう意味では、その新しい資本主義でステークホルダーとかっていうような話になってきても、 今、ひょっとすると時計が逆回りしてるんじゃないかっていう危機感を今、えっと、みんな持ってる、えー、だろうと、えー、思いまして、でも、ね、国家権力であったり、サイバーセキュリティの話でも結局プライ、そのプラットフォーマーに、えっと、依存しないと守れないんじゃないか。クリプトカレンシーなんかも、えっと、むしろ弾圧される方向も、えっと、片側で、えっと、あると。こういう中で、一体このアーキテクチャをどう描いていけるのか。 この辺のことについてどういう議論になっているかをお伺いしたいです。わ、うんうん、かりました。はい。じゃあ、あと一問最後。あそ、その斜め前の方。はい。まず。あ、繁富と申します。皆さんありがとうございました。あの、私の方から二点。え、一つはやはり。一問に絞っていたりであ,あ、いいですね。すじゃあ、あの、はい。えー、じゃあ、えー、やっぱりグローバルに競争力のある企業を作るってことが非常に重要だと思うんですが、あの、これは関根さんにお伺いしたいんですけれども、AT カーニーとして、 20社サポートする会社を決めたということについての、その選定基準をできれば教えていただきたいと思いますあ,ありがとうございます、じゃあちょうど4問出てやったんで、最初、世代交代をじゃあ,あの、えー、武田さんにお願いして、あの原さんのは水野さんご指名だったんで、で国黒先生のは、えー、っと平さんで,で、最後の関田さんっていう形でいきたいと思いまでも先にこれやってあ,、はい、えあっはい、じゃあ、あの最初、じゃあ、武田さんお願いします、世代交代の話。はい はい。あの、本当におっしゃる通り、あの、重要な、あの、視点だと思います。ただ、まあ、私は、あえて言うと、まあ、年齢で、あの、切るっていう、あの、よりは、あの、ほ本当の意味で、やはり、その、経営の質であるとか、あるいは、あの、その人物を、あの、もう少し、えー、その、力量を、まあ、世界では当たり前なんですけども、お本当に、あの、経営のプロであれば、 別に年齢は本当はあのシニアであってもあの若い方であってもあのそこはその力量で問うっていうのがまあ、本来目指すべきあの方向性なのかなと。ただ今の時点でなかなかそこまで一気にいかないんであればあのおっしゃる通りあのそこはあの次の世代っていうのは一つのやり方なんではないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございますじゃあ,あの、水野さん向けの日本がです、ね、自由や民主をです、ね、グローバルで本当に訴えかけられるようなグローバルパスフェクティブでいかがでしょうかまず山田さんのポイントですけどあのやっぱりこれ、プリンシプルの問題だと思うんですよ。やっぱり僕はやっぱり海外でいろいろ仕事するときはとにかくプリンシプルにこだわるって発言するということに常に心がけていてその自分のプリンシパルとたまに日本の利益が外れるときは両方言うことにしてるんですよね。でやっぱりそれが 伝わると向こうはこの人たちはプリンシプルで日本の利益代弁者じゃないんだってことが伝わるって意味が重要でこれがやっぱり日本はできていない例えば今回の対ロシアとか対中国でも何か起きた時に大体国会で総理は国益に照らして総合的に判断するっていう国益に照らしてる時点でもうプリンシパルに判断してないってことになるわけですよ。 だから、ま、そこの考え方が、あの、知る必要があると思って、これは重要です。一瞬だけ国領先生の話答えていいですか私ずっと ESG 進めてきた時も、SDGs の時も、それ矛盾しますよねってよく言われたんですけど、矛盾するのは当たり前じゃないかと思ってます。矛盾しないようなことだったら、そんなにみんなが必死に頭を抱える必要はないわけで、必ずこういうものは矛盾します。で矛盾している中で最適解を出すというトレーニングを、実はあまり日本人はしてこなかったということだと思うので、私は矛盾した方が、 いいいいじゃないかなかとうぐらい思ってますこう矛盾したのをすぐ霞が関文学にする政府というのは、ねいる、なんとか、ね、両方読めるみたいにしちゃうんですけれども、あの <laughs> じゃあ最後、杉 <laughs> 永さん、日本のの企業の競争力ですね <laughs>、はい、あのご質問ありがとうございます。あの我々が20社、ご支援したい、あの20社の企業、どうやって決めてるかということなんですけど結論から言うと、ですねちょっと期待に沿わなくてもし訳ない。け20社に絞るということを決めていて、20社がどこかが決められなくて困っているというのが状態です。 つまり、本当に支援したい20社がまだ見つかっていないので、多くのいろんな20社の経営者の方とか経営者候補の方と話しながら、本当に AT 会人のメンバーが全力で応援した木はどこだろうっていうのを探しているっていうのがまず正直なところです。じゃあその時にどういうふうな観点で探しているのかっていうと、本当に世界に対して価値創造と提供っていうのを本気でやるっていうことを腹をくくってやってくれそうな人が誰だろうかっていうのを探してます。 これを探していって一緒にやれそうな人と仕事をしたいっていうふうに、あの心の底から思っていて、何人かはその方がいて、で、あの、ちょっとここ、ここだけの話にこれならないんでしたっけえっと、<laughs> いや、あの、二 <laughs> 人揃って消えていただいて、あ、<laughs> あの、何人か見つかってますんで、その何人かの方々がこの人はって思う人をご紹介いただいてですね、ごく少数の10人から20人の、 変えてくれそうな方々の集まりをですねちょっとこの秋から立ち上げてその方々だけであの本当に深い議論をしていく、まあ、こんなあのコミュニティを作っていこうというふうに考えてますとあのこれがちょっとお答えになりますであの岡島さんの質問にせっかくなよ少しだけ答えさせていただいてあの私たまたま38歳であの AT カネル日本人の代表にならせていただいたんですけれどもあの38歳だっていうことでニュースになったんですけどやっぱこれがおかしいなと思っていてあの私はだいぶ年取り過ぎてなったなぐらいの感じで思ってます。でえっと、とはいえあのなぜ ららしてもらえたかとといいうことでいくと一つはです、ね、やっぱりコンサルティングファームという場合は良かったと思いますね。あの22歳で入って、25歳で企業再生のプロジェクトをリードさせてもらって、で28歳、9歳でクルージャパンだとかなんとかっていう,こう観光庁の議論にも参加させていただいてということで、若いうちからやっぱりいろんな経験をする修羅場経験をするということをやっていれば、10年か15年か20年社会人やっていれば、それは一定のことできるようになるはずなんですよ、ほとんどの人は。なので別に特別な才能が私にあるわけではなくて、ほとんどの日本人にそういう場を与えてあげられれば、あのみんなの。 でできるはずずだとあのこんなふうにまま思ってすすが1個ですもう一つただ、えっと、若い世代にバトンタッチした私の前任の人とその経営者やっぱり偉いなと思います、普通怖いですよね、なので、これ、バトンタッチを促すためには外圧が多分必要で、AT 管理のような人たちでなければですね、外圧が必要なので、企業のオーナーの方々からやっぱりしかるべき世代行動が必要なのであれば、そのプレッシャーをかけるとあの、こういうガバナンスが効いた状態に持っていかなきゃいけないのかなと、あのそんなふうに思っております。うん いやあれね、確かね、ベインの奥野さんとかもね、なんか40ぐらいでね、なれたりとか、やっぱりグローバルカンパニーはね、そういう早いとかありますけど、なんかキーワード、やっぱりね、肉食でやっぱり取りに行くという、あの動画から消えるだけじゃなくて、本当に消されるぐらいのね、<laughs> 戦いをしなきゃいけないっていうね、ところかなっていう感じしましたけど、ちょっとオンラインの質問を取らなきゃいけないということなんで、はいはいあ、じゃあ、ちょっとすいません、ありがとうございます、一件ご質問いただいております、ドリコムの内藤様よりご質問いただいております、平さんへのえスピード感の質問です。 w e b 3を成長戦略へということですが、含み益課税、FNFT の整備だけでなく、日本でトークンを発行すると、監査がまず降りない。そのため、上場企業は極端な話、上場廃止のリスクまである。そういった環境をどれぐらいのスピード感で整える感覚なのかのご質問ですということです。 今、ノンファンジブルトークンの PT を自民党で作っていて私、座長をやっていますけどもそのウェブ3とかそのブ,ブロックチェーン周りのいろんな課題はあの網羅的にも把握していますでその上でどうやって解決するかも大体あのできていますがスピード感としては、えっと、5月に自民党の成長戦略を作るのでそれにちゃんと入れられるかその1か月後に政府から成長戦略と 骨太方針出てきますのでちゃんとそれに入れられるか、あとちゃんと私が岸田さんを説得をして、新しい資本主義が Web3 だって言わせることができるか、参議院選挙の前に公約に入れられるか、でその上であで税金はすいません、年に1回、年末しかできないので。 その時に、いわゆるそのあのなんだガバナンストークンとかもろもろの課税のところ、どこまでいけるかということです。だからですから、まあ、年内どこまで解決できるか、あの問題は網羅的にあの把握していますはい、ありがとうございます、残り2分30秒ですけど、もうあれですね、締めの言葉とかなしで、こう質問多いんで、ちょっとじゃあ、最後、質問、どうしようっていう方、あれ <laughs> 大丈夫ですかあじゃあ、はい、どうぞ。 えとすみませんあの。当局なんですけど、<ー>金融庁の安住と申します。すえっと、えー、水野さんにちょっとご質問させて、まあ、水野さんとはこの関係はもう5、6年話をしてるんですが最近すごい感じてるのは、やっぱりの、えー、当局は最初結構か、国際的な不発を受けたんですけど、最近は民間の金融機関も受けていて、でまさにおっしゃったようにその産業界とのやっぱちょっと温度差が あるとということで結構まあ一方でこれあのほっとくとですね、まあ、例えばグローバルサプライチェーンの影響とかあるいは投資家から選別されて結局そのうまく企業としてもプレッシャーを受けるっていうことにはなるんですけどまあそうなるとまあ後追いになってしまうんですよねなんでそこをどうやってそのギャップをあの埋めていったらいいのかっていうことについてか何かもしアイディアがあれば。 じゃあ皆さん1分でお願いします、はい、これでよって私も消えますので、武田さんだけ残ることになります本当にこの ESC の流れの中で、民間が政府に対してガイドラインを早めに作れとかもうちょ、ショートタームでは自分の利益が下がるようなルール作りを求めるっていうのは、本当に。 最近出てきた動きなんですよね。だからそれに私金融庁とかがついていけないのが当然のことだと思っているんですけれども、逆に私はですね、もうシーズオプチュニティで、だって珍しいですよ。金融機関が早くレギュレーション出してくれって言ってることなんて今までないわけですから、今こそものすごいスピード感で新しいその世界の状況に合わせたレギュレーションなんかを出せる環境にあるとですね。いちいち根回して長くやらなくたって民間が求めてるんですから。 ですからそこのスピード感を縮めていくっていうこととあとはやっぱりいつも前からお話してるんですけどありみずはいいんですけどやっぱりもっとみんな世界のコンファレンスに出てもらわないとこの温度差の急激な変化っていうのはやっぱりついてきてないと思いますのでそれをやって頂ければいいと思います。このぐららいいいなな消えなくても大丈夫です、ね、<laughs> いやありがとうございました えー、ちょうどお時間来ましたけれども、もともとですね、もう映画俳優かモデルの会かと思ってたらですね、もう消される人たちの会というところになってきましたけど、まあそれぐらいやっぱ最後ね、もう控え室で盛り上がったやっぱ人材だと。チャレンジする人材ないとね、企業がいないと始まらないということで、元役人としてはちょっとほっとしたあのセッションにはなったんですけど、政府のせいというより我々が頑張るんだってことでね、あの皆さん何かお気づきがね、えー、一つでも持って帰れればというふうに思います。じゃあパネリストの皆様に最後盛大な拍手を送ってください。どうもありがとうございました。 Gracias.